どうも、アイアス 120% の男、ブス島です。イブバーストやら、小次郎返事曲プレイやっていきたいかと思います。はい、ということで、2日目という感じでございます。さあ、行きましょう。2日目のところ。なんか、マリナ編よりやっぱりうまく撮れるな、この辺りは。ここだけはね。まあまあ、行きましょう。じゃあ、早速ね、てんてんてんじゃしょうがねえからな。やっていきたいと思います。はい、てんてんてん。トン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 。トトントントン、キックトントン、キックトントン、キックトントン。ん？なんだよ、トントンキックトントンキックトントンキックトントン、なんだ妙な音がしたか、なんだよ気のせいか、ジュージュー、なんだまさかラップ音というやつでは、うんちく、ラップ音とは物理学的に説明可能な要因なしに発生するさまざまな強度の打音、いや今そのことを確認している場合じゃなくて、不気味な音だ、気をすり合わせるような、キャブン、なんだよ、なんだ今の猫のような悲鳴は、推理するんだ小次郎、そうだ、トントンキックトントンキックトントンと来るものは花子さんではない、という来るものは肩叩きされてるばあさんの叫び、昔のスキップ音だぞキックトントンは、ちなみにな、いやそれの後だ、ジュージューの判別ができない、肩叩きをされてばあさんが叫んだ後にジューと意味不明な言葉を口走った、私はどっちか10歩とかね、むにゅむにゅとかね、あのニュポとかニュパとかね、そういう音の方が好きですね、うん、まあいいや、うむ、これだけだと合理的だが、ガッシャーン、ドア、どて、いちいちベッドから落ちてしまった、俺の網を妨害しようって、何なんだ畜生、あらお目覚めになりましたか、おおほほほ、ブス島マーク、これはブス島マークいらねえな、外そう、あら可愛いね、これめっちゃ俺好きだよこういうの、あめっちゃいいじゃないこれ、あの小僧はいいな、あこの BGM をなんか覚えてる、この BGM を覚えてる、申し訳ありません、フライパンを落としてしまって、いやいいね、いいじゃない、しかもちょっとねこのフライ返し昔だね昭和だね、まあこれは平成の中期だけど、え95年だと平成何年だ、忘れたわ、まあ平成は平成だ、うちにねこのね金具のフライ返しありますよこれ、しかも花形ついてるやつまあいいや、いいな、おおちょっとテンション上がったわ最初から、どうですよ皆さん、テンション上がるでしょこういうのね、うん、目の前の女の子お目覚めになられたならお顔洗ってきてはいかがでしょうって言ってね、すでに朝食の支度ができてますからね、おい冷蔵庫の中には何もありませんでしたのであり合わせです、おいスクランブルエッグトーストに、おおいいじゃん、トーストキャベツがあったんでロールにしてみました、最高、おいいな、俺はでも納豆と炊きたての白米とか最高なんだけどな、おいもうちょっと待ってくださいね、おいはい何でしょう、何をやってる、はい何をやってると聞いてるんだ、お料理をしています、いやそりゃ見りゃわかるよそんなことは見りゃわかる、いや同じこと言うな、そうはいそうですね、お味はと、うんデリシャスです、わわわってなんかおかしかった、おいはい何でしょうか、なぜ料理をしている、はいすいません、ちょうど油物なので聞き取りにくいのですが、ジュージュー、これがジュージューか、さっきのな、もうちょっと待ってくださいね、ジュージュー、よしと、はい何でしょうか、なぜ料理をしている、なぜ料理を、そうだ美味しいものを食べたいからですこいつ天然かわざとかどっちだか、おいでも可愛いから許してやろうぜ小次郎、できました、な何が、お料理です小次郎様に食べていただきたく、小次郎様ブス島様なんかよ、あ一部の人がねブス島様って呼んでくれるんでちょっと嬉しいですねなんかね俺別に様とかそういう継承つけるようなやつじゃないんだけどね、うん、なんかね呼ばれる時ありますね、そういう、まあブス島はブス島です、はい早くお顔お笑いになってきてください、朝食ですよ、ああじゃあ私はテーブルの上を片付けておきます、じゃなくて、はい まず下に何かつけろ、あそういえば忘れていましたわ、やけどするぞそれでフライパン振ってっとうふ小次郎様のエッチうわ新鮮、いいねこういうのはいいよ、こういうのはいいよ、えエッチ、おお小次郎もお前も結構俺と同類だな悪い夢だ、俺は悪夢に苛まされている最中なんだろう、そうに決まっている、
あ、かわいいっていうかバイクめっちゃうるせえ、死ねえよって感じなんだけど、これでよろしいでしょう。あ、めっちゃかわいいんじゃねえこれ。 俺結構タイプだわこういうのも。いや別にロリってわけじゃないよ俺はね、言っとくけどね、うん、これでも年上のお姉様が好きなんだけど、俺の年齢と年上のお姉様っていうとね、かなり上になっちゃうんだよね。まあ大人の女性が好きですね私はね、うん、これでよろしいでしょうか。お、俺のジャケットにズボン、ちょっと袖口が長かったんで折り曲げています。それが可愛かったりするんだよ、わかるか、お前狙ってんだろ。いや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 、これちょっとテンション上がってきたわ。おいおい、まあいやいや、なんでお前が俺の部屋のズボンのある場所を知ってるんだ。お片付けしている時に大体てんてんてん。さあ早く食べないと冷めてしまいます。待て、何でしょうか、話がある。はい、何でしょう、誰だお前は。はい、お前の正体を聞いている。ええ、私は昨日悪漢から小次郎様に助けていただいたものです。何の見りゃわかるよ。そうですね。バカにされるのかからかわれているのか、本当にそう思うけどね。名前は、プリンとお呼びください。なんか風俗嬢みたいだな。昔のメロンとかプリンとかさ、イチゴとかさ、そういう名前があるんですよってところでしたけど、まあいいや。プリン、はい、舐めてんのか、舐めさすこの野郎は。そんなワンちゃんじゃありませんわ。ちょっとかわいいじゃん、俺結構好きだよこういう性格。でも疲れそう、一緒にいたら。プリンって言ったな。はい、それが名前か。はい。じゃあ母親ゼリーで父親はババロアだな。クスクス、小次郎様ってジョーカーお得意なんですね。ジョーカーお得意なのはお前だろ。小次郎様には負けますわ。いや、お前の方が。じゃなくて、はい。何でしょう、本当にプリンが本名が。はい、そうか、すまなかった。他人の名前に因縁をつけるなんざ大人げない。まあそれはあるわな、それはやっちゃいかんな。小次郎様素敵です。おお、だいたい小次郎様ってのはなんだ、様ってのはな、うん、小次郎様じゃないんですか。俺は小次郎だ。では違うな、前半は合っているがな、後半は間違いだ。小次郎様、名前で呼ばれるのがお嫌なんですね。俺はね、ちなみに女の子の名前をね、呼び捨てできないんですよ実際。必ずね、なんとかさんとかなんとかちゃんって言っちゃうんだよね、うん、どうしても言えねえんだよ、うん、なんでそうなるの。じゃああなたなんてキャッ。ちょっと こっちが赤くなるわ、もういい。お料理が冷めてしまいますが、料理なんてどうでもいい。あ、表情変わった。いいねいいね、そんなよろよろ、丹精込めてお作りしたお料理がどうでもいいなんて、よろ、なんださっきからよろってのは。牛さんやお野菜さんたちかわいそうです。かわいそうって、彼らはおいしく食べられて初めて私たちの役立ってくれ。そうですね、食べ物は感謝しなきゃダメです。私は食べ物感謝しないやつらが大っ嫌いです。はい、私は食べ物は本当にね、ね、大事に食べますので、もうクッキングシミュレーターを見てもらえればわかると思いますが、私がどれだけ食材をね邪魔にし無駄にしないかということがね分かっていただけるかと思います。はい、まあいいでしょう。まあそうだな、美味しくなくなってたらしまったら、何のために彼ら命を投げ出したのですか。なんでだよ、私は。分かった、まず食ってからだ。あ、表情変わった。ピコッと、このね、効果音の切り替わりとかのこのね、演出いいね、やっぱね。98ならでは、こういうのは。最高。こういうのはいいね。95年はもう、結構98ゲーム末期の頃だからな。まだ末期まではいかねえか。もう、こういう演出いっぱいあったからね。うん。はい、それではテーブルにお付きになってください。立ちなり早いな。ふう、なんだかペースを乱されっぱなしだような。ちょっと食べようじゃねえか料理な。はい、それではテーブルにお付きになってください。あいいすごくいい、っていうか朝からいいもん食ってんな。なかなか朝からヘビーだな。ささターンと召し上がれ。うむもぐもぐむしゃむしゃ、いかがですか。そわそわいける。キャッ、本当にお前が。はい、むしゃむしゃもぐもぐ。小次郎、それを飯食ってなかったもんな、全然な。うふ、おいしそうに食べていただくなんて、牛さんや お野菜さんたちも神のもとで満足だと思います。それは人間の勝手な解釈だけどな、解釈だけど。
でもまあ食い物は無駄にしないってことはいいことです。なんだか逆に食欲がいいね。まあ悪くない味付けだが、ありがとうございます。いつもお料理しているもので、いつも、はい、お仕事ですから。へえ、コック見習いかな。むしゃむしゃパクパク、ふふ。そういえばお前さ、瞳の色が、あ、オッドアイだ、今気づいた。はい、よく見ると左右の瞳が違うんだな。はい、うちの近所の猫もね、オッドアイの猫いるんですよ。白い猫で可愛いんですよね。いつも俺ね、あの買い物ね、コンビニとかで買い物した帰りに猫いると、あ、猫猫シャ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 とかやってるんですけどね。もう真っ昼間からね、もうなんだろう、だらしねえ格好でコンビニの袋を下げながら歩いておっさんが猫をシャ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 やってる、近所から見たら本当の怪しいやつだよな俺な左は青だけど右は金色だ。物珍しそうに見られてしまうことが多いです。まあオッドアイは確かに珍しいからね。でも綺麗だと思いますけどね。俺はこの国では瞳の色が違うのがそんなに珍しいんでしょうか。いやそんなことはない。そうだよな、身体的特徴をジロジロ見るのは失礼なことかもしれないぞ。まあそうなんだけどね、おおと思ってこう言っちゃうときはありますね。うん、でもあの別にバカにしたりとかディスったりじゃないですよ、俺が言うの。お、珍しいねみたいな、そんな感じですね。もしかして何かしらコンプレックスを感じていることだってあるわけだし。お口がお休みしてますよ、ささターンと召し上がれ。ああいいじゃないの、どうぞおかわりもありますよ。いや米が似合いそうな料理だな、ってか料理のね、大体うまいっていうかね、料理の綺麗なねソフトは大体ねいいゲームなんですよ本当にアドベンチャー特にね。もうおかわりも、ここら辺は同じか、話すか。でプリンとやら、プリンとやらではありません、プリンですめんどくせえな、難しい日本語は使わないでおこう。はい、飯を食ったら帰れ、いいな。あら、ここでも表情変わるんだ、へえ、いいね、いいな。まずご飯を食べてからではありませんか。そうだっけ。ふう、なんて目をしやがる。こういう風に表情コロコロ変わるのいいね、やっぱね。あの瞳の違う色に吸い込まれそうだ。よし、飯を食うまでは余計な話はなしだ。もぐもぐむしゃむしゃと、うまいな。あー、いいね、あのこのね、パッと変わるんじゃなくてね、このね、あのワイプで変わるっていうのがまたいいよね。なんかこうワイプで変わるのがね、こう動いてる感じ見えるんですよ、なんとなくね。そういうね、昔のその技術っていうのかな、ただ入れ替えればパタパタアニメと同じ原理でねできるんですけど、それとは違ってね、その間のね、その割ってる間がね、なんとなく動いてるように見えるって、こういうのがねまたいいんだよ、昔の98っていうのはな、うん、そこよそこ、うん、はい、ありがとうございます。はあ、なんでも見ず知らずの小娘に気を使わないといけないんだ。ちょっといいじゃん、ほら食べてるだろ、どんどん召し上がってください。ほら食べてるだろ、もうこれ食べるかな。しかし我が事務所にこんな食材があったとはな、材料があったか、バラエティ豊かでした。しかしいつ買い物をしたか、少々古くても火を通しさえすればまだ十分に食べられます。食べられないのはかわいそうですが、捨てさせてもらえまし、いただきました。まあ食べられないものはしょうがないよね。ふん、もぐもぐ。まあブータンなんかはちゃんと火を通さなくちゃいけないわけだし。ガタッ、あ、そっち系もしかして、今なんておっしゃいましたか。へ、ちゃんと火を通してって、その前です、ブタだからって。ガタッ、すぐに吐き出してください。なんでだよ急に。その食べ物の中には毒が持ってあります。に毒がばっ、大変です、早く。何を、わお、さ、たーんと吐き出してください。大変だ、こけへこの指をつくこの服かけても構いません、お前俺の服だってね、おいおふわ、大変です、毒を吐き出さないと小次郎様の命が。おい、なんだよ毒ってのは。小次郎様ごめん、遊ばせが、どしごはさ、もっとお吐きになってください。何をする、吐き足りませんか、では失礼します。もう缶にドッグハ、これ大丈夫です。大丈夫じゃないんだがそっち系の人かもしかしたら。ふう、なんてこったい、ひでえ目にあったぜ。小次郎様、後始末をしておきました。お前な、俺に恨みでもあんの。とんでもありません、小次郎様をお助けするために。てその悪魔から、やっぱりそっち系か。悪魔、はい、
まさかキテルとか豚のマシン、これを体内に取り入れては死んでしまいます。あ、やっぱそうだ、やっぱり話的にそうなんだろうな。はい、彼らは悪魔の使徒であり、そんなそのものなのです。やっぱりキテルとか申し訳ありませんでした。まあいい、お前さんが来てようが来てまいが、はい、ありがとうございます。お前分かって返事してるの話そう。じゃあさっきの続きだと。おお、こっからですね。てててめしゃ食ったぞ小次郎様。お前の国籍とかお前の今の境遇などに興味はないし、聞くつもりもないが、だが見たところそういうこと言うな、そういうこと言うな。うん、はいね、まあ今のところ隠したけど、そういうことだ。なんとなく察してくれそこはな。そういうわけだ、親のところへとっとと帰れ。てんでて、あの90年代は恐ろしいな、やっぱな。ダメだ、ここへ500回になることは。ダメだダメだ、うまいっていうかね、料理の綺麗なねソフトは大体ねいいゲームなんですよ本当に。イブバーストエラー。まあな、とにかくだ、お前の着替え洗濯箱の中に。お願いです、何でもします。ですからじゃあ、うん、そういうわけではない。ダメだと言ったはずだ、俺は犯罪者にするつもりか。かそんな、どう見てもお前はやばい。グス、あらな、泣いたってダメだぞ。だってグス、私行くところがないんです。行くところがないって本当なんです。暗いところを迷って怖い人たちに絡まれてものすごく恐ろしくて、てててん、助けてくれて本当に嬉しかったんです。裸も見られて、まああれは事故だけどな、裸は不可抗力ってやつは事故だ、事故、あれは事故、まあごちそうさまですって感じでしたけど、私どうすればいいんでしょ、飛ばしちゃったや。ふう、今住んでいるところは理由があって、トラブルはごめんなんだ。お願いです、何でもします。こりゃ相当思い詰めてんな、訳ありって感じだが、俺だってこんな。お前両親は？いません。そっか、はい。おお、じゃあお前の保護者みたいなのはいるか？はい、一応は。なるほどな。おお、一応保護者はいるってわけか。はい。あ、ここは同じか。食べる食べる、プリンとかないよな、もう食ったや。それよりもこの小娘に言いたいことがあるんじゃないのか。うん、話そうだ。あ、違うな、見るか。あたりは料理をしたせいか、あたりは香ばしい香りが漂っているぞ。やば、胃袋は活動し始めそうだ。戻したからな、たーんと召し上がってください。さっき吐かしてんじゃねえか。うん、珍しいな、瞳の色が左右違うと。左側を、右が金色と。あの、私の顔に何か。まあ髪の毛、鮮やかな金髪はいいね、少々癖っ気、まあそれもまたいいね。しかし肌の色は小麦色、金髪の女の子ってのも珍しい。確かにな、確かに珍しいな。そんな見つめないでください、恥ずかしいです。ちょっと話すじゃん、まだプリンを調べよう。金髪に小麦の肌、どう見てもサーファーギャル、はい、いいねバイクうるせえよというボケは気に入ったからな、どう見ても外国人だ。サーファーギャルってどういう意味でしょうか。まあ話そう、一応あ違うな、ちょっと進むまでやってみましょうか。はい、ということで進みました。ということで小次郎さん、私は家事には自信があるんです。家事ってまあめんどくせえやつじゃねえかっていう思考をしてましたね。うん、でしたら小次郎様、なんだよ、私のことを小次郎様が雇っていただけませんか。雇う、はい、私はただ置いていただくのは心苦しいですが、働かせていただければ。なるほどな、理にはなってる。その方が小次郎様自身も納得されるのではありませんか。お前、はい、何でしょう。なんだよ、意外としっかりしてるな。お、小次郎やっぱ結構いいやつなんだよね、小次郎ってね。こうエロいスケベ親父だと思ったらね、まあ親父ってことでもねえんだけどな。はい、とりあえずだ、はい、その保護者とやらにちゃんと連絡しておけ。はい、自分が無事息災だっていうことを知らせておくんだ。はい、数日間だけだ。おお、はい、何でもやらせていただきます。よし、とりあえずとかそういうわけじゃねえな、現金だなお前は。まあとりあえずは、はい、じゃあお食事の後片付けをしちゃいますね。ふんふんふんと、早まったことをしたかな。おお、だってしょうがないだろ、両親もいない、帰るところもない、そんな小娘を追い出せるほど俺はさばけちゃいない。それに何か訳ありっぽいしな。数日間だけだ、あいつを面倒見るのは。そうすればあいつも気分が落ち着くだろうし、考えも整理されるだろう。ふえ、お、ピンポン、嫌な予感がする。茜が、はい、何腐った魚のようなため息ついてるの。お、茜じゃん、
あかねか勝手に入ってくるなんて言ってんだろ。だってドア開いてるんだもん。じゃあな、お前男子トイレのドアが開いてたらずんずん入っていくつもりなんだな。あのね、なんでそうなるんだよ。ふん、お前がへりくつを言うからだ。また露骨に嫌そうな顔する。嫌なんだよ。へ、まあまあそう言わずにさ。あの小次郎様、あ、同時にはなんか二人出る時もあるんだけど、同時に出る時もあるんだけど、片方ずつだな基本な。てんてんてん、生ゴミはどちらの袋に入れればよろしいですか。え、ああ適当でいいよ。ダメです、ちゃんと仕分けしないと。じゃあ任せる。はい。ちょっと小次郎、なんだ、誰なのこの子。はい、私プリンと申しまして、今日から小次郎様の身の回りのお世話をさせていただく。めんどくせえことになんぞこれも。こんな言い方。小次郎様、身の回りの世話。あ、とにかくゴミの件は任せる。はい。てんてんてん、ちょっと言いたいことは分かってる、だから何も言うな。これが黙ってられる。黙れ。いや、おい、彼女が誰でどういう人で、なぜ小次郎のことを様付けで呼ぶのか、なぜ小次郎風の服を着てたりするのか、なぜゴミの仕分けをするのか、そのあたりを説明してよ。めんどくせえな。説明はないだよ本当に。なんだよそれ。うわめんどくせえ。とりあえずね、結構プリン編だけでずいぶん楽しんでしまったので、まあ茜と話すのはまた連取りって感じだろうな、セーブができるまで。セーブできねえからな。はい、ということで今回はこの辺りで終わりにしたいかと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、裏表紙、ここ偽造、昭和38年、姫神さくら、仮殺だなやっぱり。笑っちゃいけないけど笑っちゃったね。俺はブス島みたいな、変態という男、変質者ではないとか、そんな感じで JK に声かけられてんだからよ、ちょっとは反応しなさいよ。ちさとかおばちゃん、俺もあらまたになりてえわ。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。